2番のパー4、アマチュアの馬場咲希。いやショットキレキレでしたね前半は。1番バーディーの後この2番でもバーディーを取って連続バーディーでのスタートでした。4番のパー3、今日は173ヤード川崎遥です。長いバーディーパットを沈めてこれで2番から3連続バーディー、最終的には5連続バーディーまで伸ばしました。同じ4番のパー3、山下美夢はピンをかすめるショット、バーディーにつなげます。吉田優利は長いバーディーパット、11番のパー3、今日は157ヤード、ディフェンディングチャンピオンの尾関亜美優、根元に落としてベタピンに止めます。15番のパー5です。川崎遥の第3打。これはかっこよかったですね。手前に落ちてフックスピンでカップに吸い込まれました。第3打が入るイーグル。そして16番辻理恵のティーショット、ね、パー3、一度カップに入って出てきました、ね、素晴らしいティーショット、はい、18番のパー4、林菜乃子のセカンド、これもいいショットですね。